タッフ2名が現地 PF、CFA に囚われた。救出を頼む。彼らの身が危ない。スタッフのうち1人は監禁されていたキジバヤ H を脱出、逃走中のようだ。その後敵に包囲されたという連絡を最後に通信が途絶えた。ドデス地点から予測した行動範囲をマップにマークしてある。もう1人はまだヤ H に囚われているはずだ。ボス、仲間を救出してくれ。2人とも回収するんだ。
さっき回収した兵士から情報を聞き出した。野営地に向かったのは監禁されているスタッフの処分が目的だと。だが同時にターゲットの位置も絞り込めた。端末に反映する。中のスタッフはその辺りで身を隠している可能性が高い。見つけ出すんだ。了解、回収する。
回収する。了解だ。ジェペルスタータンニャッハ、情報の取得は後にしろ。敵は戦闘態勢にある。ルーシー・ピエフ、はい。トリオのショック、マルピアス・パサクター、はい。
拠点だ。見通しがよく隠れる場所は少ない。わずかな起伏も利用するんだ。
回収しよう。 こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。
に来ている依頼の中で気になるものがあった。核兵器をビジネスにすると嘘吹いている PF コマンダーがいるらしい。もしかしたら例のイエローケーキと関係があるかもしれん。もう一件あんたに頼みたい依頼がある。こっちは汚れ仕事だが、サイファーの目をそらすためだ。詳しくはミッションリストで確認してくれ。